それともう一つ言われていたのがメンバーが変わってもやはり鳥栖の戦いは変わらないものは早坂さんあると。そうですね、はい、いつも通りっていうメンバーは少し変わってはいますけども、やはりそれぞれのストロングがありますので、まあ、明確なスタイルを持ってますから、それをやり通す、まあ、加藤もね戻ってきてベンチには控えています。さあいきなり放ってきました塩谷です。2024明治安田 J1 リーグ第2、そして川原つなぐ、今度は左長沼も高い位置を取って中、横山狙うか、横山大迫、大迫はきっちり止めた。あ、これがヒアンを追っていく。いや、ちょっとヒアンは立ち上がりから触っていますが、さあまた横山と新井のマッチアップになっていきますが、横山、横山中まで入ってきた、横山また大迫ニアでしのいだ。いや、横山のなんと、これは抜けた、マルコスジュニオール広島、マルコスジュニオールの先制ゴールで0対1。いやー、冷静にしっかり流し込みました。で、今前半終了の笛です。さあ21分、マルコスジュニオールのゴール、広島先制という展開、前半0対1です。21分、マルコスジュニオールの広島先制ゴール。2024の明治安田 J1 リーグ第24節サガン鳥栖対サンフレッチェ広島、後半のキックオフです。改めて後半の頭から選手交代はありません。ヒアン、マルセロヒアンでいきなり同点、サガン鳥栖です。いや、最高の後半の出だしとなりました。ヒアン抜きに行った、ヒアンだ、ヒアン、マルセル、ヒアンから来た、大迫よく詰めた。先ほどは荒木が中央からこう飛び込んでいくようなシーンもありましたが、東からのボール、おっとビエイラ、今度はパクイルゲ、ビエイラのヘディングシュート、パクイルゲ一つうなずきました。ヒアンに入る後半、特に何か期待を抱かせるヒアンですが、釣り深戻す、横山、横山からヒアン狙うか、ヒアンかわした、ヒアン大迫、そして中原、あっと頭が上がっています、オフサイドです。いや、抑えの効いたいいシュートだったんですけど、ここの時点そうですか、はい、ディレイのような形だったんですかね、スリブカの時点でオフサイドだったという、したがってその後の、まあ、攻撃が無効になるという、はい、崩しとしては良かったんですけども、ちょっと抑えだったので持てないですね。このシュートも抑えかせてですね、そんな空気感にはありますよね。おー、原田が来た、決まらない。そして今日ゴールを決めたマルコスジュニオールに代わって背番号51は加藤が入ります。加藤は2試合ぶり、水田は前節スタメンでした、今日は途中からです。加藤も天皇杯7月10日少し通りやしきれないキムテヒョン、松本狙うか、松本大志の左足、広島が再び1点のリード、1対2です。松本が決めました、松本大志行くという広島です。加藤サイドで、加藤からのボールスルーして飛び込んだ、3点目を出し、決定的な追加点となったか、広島勝利へ向かって大橋が出る、そして加藤戻した、七から止まった、ただ拾った三田狙うか、三田これが広島の強さか、なんと4点目三田の左足です。もうこれはさすがに勝負あり、広島です。もう残り時間はほとんどないでしょう。そして今池内明彦出身の笛、1対4、広島が今シーズン最初の対戦に続いて対鳥栖4得点快勝、終わってみればというそんな勝利に終わった。